マグノリアの香りには着付けの効果があったはず。Where am I? Who are you? え、今なんて？言葉がわからないのかな。ごめんなさい。大丈夫、わかるわ。まだ頭がクラクラするわね。ほら、この花を使うといいよ。え？この花は？あ、マグノリアって言うんだよ。ほら、まだクラクラするようなら、この花の匂いを嗅いだらいいよ。私にくれるの？初対面なのに？もちろん、君のために取ってきたんだから。泣いてるの？どうして？ No, it's nothing, really. ありがとう。この花、大切にするわね。そんなに感謝されると、こっちが恐縮しちゃうな。ところで、君の名前は？私、そう、私はマグノリア。マグノリアアーチよ。マグノリアか。その花と同じ名前だね。ええ、偶然ね。そうだ、近くに仲間がいるんだ。紹介するよ。あ、イデアさん、起きたんですか？うん、ケーキ食べ放題だったんだけど、時間切れでね。甘い夢ですね。でもまだ夢の中みたいね。見たこともない船が目の前に。ってことはケーキ？夢じゃないですよ。そう、やっぱり残念。で、あれ、その子は？実はですね。この子が空から降ってきたって？そうなんですよ。それで、君はどこから来たの？どこから来たのかって？それは、あの月からやってきたの。月？冗談でしょ？ううん、本当よ。月は私の故郷なの。でもね、ある日私の故郷は滅ぼされてしまった。私はね、その敵を討つためにルクセンダルクに来たのよ。敵？その敵が、そう、あの中にいるみたいなの。え、浮遊城の中に？ちょうど俺たちも浮遊城に向かってるんだ。俺たちの敵と、そして助けなきゃならない人があの中にいるんだよ。グッグレイビー。だったら私も連れてってくれない？え、君を？目的地が同じなら一緒に行動した方がいいでしょ。それに、ほら、私はあなたから花を受け取ったわけだし。こう見えても私、腕は立つのよ。どうしようか、ユウ。皇帝の手先ってわけでもなさそうだし、仲間は多いほどいいですしね。確かに。それじゃあ、改めて自己紹介だね。私はイデアリー。俺はユウ・ゼネオルシア。よろしく、マグノリア。あ、もう一人紹介しておくね。話を聞かせてもらいました。What in the world? この女の子は？アニエス様って言うんだよ。さっき言った俺たちが助けようとしてる人さ。はじめまして、アニエス。
マグノリア・アーチよ。マグノリア、あなたもユーたちと共に戦ってくれるのですね。ユーやイデアのことをよろしくお願いします。ええ、ユーのことなら任せておいて。ユーにイデア、それにアニエス、こちらこそよろしくね。さあ、そろそろ夜が明けるわ。少し休んだら出発しましょう。総司令部への抜け道ですね。そう、ちょっと寒いとこだけどね。寒い？私はそんなの全然平気よ。頼もしいわね。任せておいて。しますね。頑張りましょう皆さん。あ、待って、だったら今のうちにこれの使い方を説明しておくわね。砂時計？これは私たち月の民に伝わる秘宝よ。時間のエネルギーを少しずつ蓄積するの。その力を解放すればほんの短い間だけど時間を止めることができるわ。時間を止める？初めて聞いたよ。そんなすごいアイテムなんだこれって。バトル中にスタートボタンだからね。みんなもうまく使ってね。
ところで、小司令部ってところには敵も相当いるのよね。ひょっとしたら皇帝とかいうやつもいるかもしれない。大丈夫かしら。確かにそうだけど、だからこそ頑張らなくちゃ。死ぬ気で頑張ればきっとできないことはないさ。ティズさんを蘇らせるのも、アニエス様を救い出すのも、皇帝を倒すのも。死ぬ気で頑張ればできないことはないか。そう、とにかく頑張って必ずリベンジする。ガンバリベンジだよ。ガンバリベンジ、ルクセンダルク語と月の言葉のミックスね。そうなの。ええ、その言葉気に入ったわ。ガンバリベンジ、ガンバリベンジ気に入ってもらえて嬉しいよ。それじゃあこの先も頑張りましょう、皆さん。